私怖かったの。あの踏切、お兄ちゃんが事故に遭った踏切なの。私これからもずっとお兄ちゃんのことを引きずるのが怖かった。ずっとお兄ちゃんのことを思いながら暮らしていくのかと思うとすごく息苦しかった。あなたは私のことを愛してくれるって言った。私がどんな風になってもずっと好きでいてくれるって。だけどあなたと一緒にいてもお兄ちゃんのことが頭から離れなかった。私はお兄ちゃんみたいになるのが怖かった。耳が聞こえなくなってあなたの声も聞こえなくて、バンドのメンバーに捨てられて、それが怖かった。あなたが私の名前を呼んでも聞こえない。あなたがどんな愛の言葉をささやいてくれても聞こえない。そうなるのが怖かったんだよ。だからあの時すごくいいチャンスだって思った。私あの踏切だけはずっと避けてたの。少しも近寄りもしなかった。他の踏切を見るだけでも怖いのに、あの事故があった踏切に行ったらどうなるかなんて分からなかったし。だけどこれからはあなたがいるんだって思うと逃げてばかりじゃダメだと思ったの。心に引きずっているお兄ちゃんをどうにかしたかった。すごく嬉しい。だけど私の方がいつまでもお兄ちゃんのことを引きずっていたらダメでしょう。あなたにもそう言われたでしょう。だからあの日お兄ちゃんに決別しようと思った。もし耳が聞こえなくなっても私は一人じゃないんだって、あなたがいるんだって思えるように。けどすごく怖かったの。踏切に足を踏み入れた途端にあの時のことがよみがえった。部長の影がお兄ちゃんに見えた。赤く光ったランプを見た時もう一歩も動けなくなった。やっぱり私はお兄ちゃんと離れられないんだって思った。もし私の耳が聞こえなくなった時誰も周りに残ってはくれないんだって。お兄ちゃんだけが私を受け入れてくれるんじゃないかって。それなのに私はお兄ちゃんのことを忘れようとして、お兄ちゃんは私がお兄ちゃんのことを忘れるのを嫌がってるんだって思ったの。だからあの時あんなタイミングで警報器が鳴ったんだって。私怖くなってピックを握って謝ったの。ごめんなさいって。お兄ちゃん、私はきっと耳が聞こえなくなって、それでお兄ちゃんしか分かり合える人がいなくてきっと苦しくなって、それでお兄ちゃんと同じように死ぬ。それで一人じゃないからごめんなさいって。だけど
だけど、そんなのその時にならないとわからないじゃない。それに、こんな風になっちゃって、全部私の責任だよ。ごめんって。謝って済む問題じゃないけど。なんでそんなこと言うの？そんなことないよ。ごめん、ごめんね。あなたがついてるのに、私あなただから、あなただから私を救えるんだよ。あなたなら私を救ってくれるでしょ。他の誰かじゃ嫌だよ。だって約束したでしょ。になっても私のことを好きでいてくれるって、私の体が壊れても私をずっと愛してくれるって、だからここに来たんだよ。私にはあなたがいると思って、どんな時だって私の味方だって。そんなこと言わないで。あなただけなんだよ。私、あなたがいなくなったら本当に一人になっちゃう。お兄ちゃんに置いてかれて耳も聞こえなくなって、そしたら私一人っきりだよ。言わないで。私はあなたがそばにいてくれるだけでそれでいいんだよ。そんなに見たら恥ずかしいよ。私もあなたのこと愛してる。愛してるよ。ずっとこうして抱きしめていてほしい。嫌だなんて言わないよ。あなたにずっと抱きしめてもらいたいんだよ。私、一人じゃないよね。
置いていったりしないでね。よかった、本当に嬉しいよ。ねえ、あなたの声を聞かせて。あなたの声が聞こえなくなる前にもっといっぱい声が聞きたい。あなたが私の名前を呼ぶ声をずっと忘れないように、どんなことがあってもあなたの声だけは忘れたくないから。もっと私の名前を呼んで。絶対に忘れないように。どこ行くの？私、あなたがいれば平気だよ。私、もう大丈夫だから。あなたがいれば大丈夫。うん、大丈夫。それより、みんなは平気なの？そんなこと、もう一度みんなでやろうよ。そっか、曲がないのか。私、もう帰らなくちゃ。うん、ありがとう。でも、きっとブカブカだね。うん、ありがとう。
にありがとう。お兄ちゃん、お兄ちゃんってば、お兄ちゃん、ねえお兄ちゃん、起きなさい、お兄ちゃん。もう起きてよね、大事件なんだから。それがね、世にも奇妙な珍事件簿なのよ。昨日ね、家に帰ってきたらエイリの知らない靴が玄関にあったの。しかも濡れてるの、怖いでしょ。泥棒かと思って家中を見ても何もないし、お兄ちゃんの部屋はお兄ちゃんがいるから泥棒もいないだろうしさ。さっき見たらないんだよ。昨日の夜まではあってね、おかしいなーって寝て起きたらもうないの。世にも奇妙でしょ。思わず報告しに来ちゃったよ。それだけじゃないんだよ、エリのパジャマが一着なくなってるの。だってあれお気に入りだったのにさ、ひどいよ。やっぱり泥棒かな。もうショックだよ、高かったのにさ。気味が悪くて着られないよ。ああ、お兄ちゃん、そろそろ支度しないと学校遅れるからね。それじゃあね。もしかしたらもう寝てる間になんかされてたかもしれないよ。